しこひろむっつり。サウディカ YouTube デコです。今僕は MRT のタオプン駅に向かっています。タオプン駅に到着したら MRT のパープルラインに乗り換えて、今回はノンタブリー県まで行こうと思っています。駅に到着しました。早速パープルラインの乗り口の方に歩いていきます。 MRT パープルラインはタオプン駅からクローンバンパイ駅までを結ぶラインになっています。前からずっと乗ってみたいなと思っていたので、乗る機会ができてよかったです。早速車両に乗り込みます。この車両は日本製です。パープルラインは全長23キロあるのですが、その全部が地上を走っています。この車両は窓が非常に大きくて見晴らしがいいのが特徴だと思います。今回僕が MRT パープルラインで向かおうとしているのがノンタブリー県になります。サムトプラカン県、パトゥムタニ県、こちらもバンコクのお隣ですが、ノンタブリー県もバンコクのお隣になります。タオプン駅から MRT パープルラインに揺られること22駅。突然ガイドカーが飛び込んできます。 MRT タラート番屋駅に到着しました。この辺りはセントラルプラザ、ウエストゲート、イケア、ホームプロ、デカトロンなど様々なお店が並んでいます。街の雰囲気としてはなんとなくバンナーに似ているような感じがします。この街にもマッサージ店はあるようなので、この街で行けるかどうか、早速街歩きスタートです。よし、今日も行ってみよう。スカイウォークが伸びていて、セントラルプラザウエストゲートまでは雨に濡れたり、強い日差しを浴びたりしながら歩くことはありません。IKEA の看板の真下にある看板のお店、多分マッサージ店だと思うんですが、ちょっと Google 上では正体がよくわかりませんでした。また右手を見るとガソリンスタンドの中にマッサージ店があります。ただここは1階なのでチャンスはちょっと少なそう。
セントラルプラザウエストゲートを挟んだ向かいにはタラートバンヤイという大きな市場があります。概要欄には行ったお店の詳細などを書いておりますので、こちらもチェックしてみてください。今日僕が歩いたルートはこんな感じ。歩数にしてだいたい6000歩ぐらい歩きました。さっきのちょっと怪しいマッサージ店が気になって、折り返してどんなところなのか見に行きたいと思います。IKEA の看板が非常に目立ちますね。マッサージの看板が見えます。本当にこの道を行くとマッサージ店はあるんでしょうか？ちなみにこの手前のところは宗教施設のようで、富と繁栄の神様が祀られていて、この日も参拝者が来ていました。さて、どんどん怪しい雰囲気になってまいりました。手前の建物は全く使われている様子がありません。一応正面の扉のところにはオープンと書かれてはいるのですが、全くオープンしている雰囲気がありませんでした。自己披露、むっつり。セントラルプラザウエストゲートの向かい、タラートバンヤイに来ました。この脇の道は屋台がぎっしり。ここはたこ焼き屋さんです。お隣ではお寿司を握っています。他にも美味しそうな屋台がたくさん並んでいました。本当はフードコートもあるみたいなんですが、今はノンタブリー券でも店内飲食が禁止されているみたいなので、残念ですね。ここはバンヤイ中央市場です。さっきのバンヤイ市場とは多分違うと思います。主に生鮮食品などを扱っているんじゃないでしょうか。この時間帯はやっていませんでした。歩いていると結構特徴的なアパートメントが見えてきました。バンヤイシティマンションという名前のマンションのようです。
築29年、全部で670戸が入居する、かなり規模の大きいマンションです。今、右手に見えているピンク色のマッサージの看板。こちらのお店、本当はどうやらアダルトマッサージのお店のようなんですが、残念ながら今日は閉店していました。復活の日はあるんでしょうか？そしてこちら、今回僕が入店してみようと思っているお店になります。今回はハプニングが起きるでしょうか？では行ってみよう。入店しました。整理整頓された清潔なマッサージルームに案内されました。個室なので、もしかするとチャンスがあるかも。はい、今回無事に昇天できました。モンタグリー軒でも昇天大成功です。ただですね、モンタグリー軒もバンコクと同じように足だけのマッサージになっています。そのせいで僕は今回オイルマッサージ1時間お願いしたんですが、下半身のみオイルマッサージをしてもらうことになりました。ただ1時間ひたすら下半身だけオイルマッサージっていうのもなんだか物足りない感じがします。結局血行が良くなってあそこが元気になったから良かったんですけどね。施術が終わってからシャワーを浴びていると、石鹸を取りに行ってくれたセラピストさん、軽い冗談で僕のペニー君を洗ってとお願いしたら、なんと洗ってくれました。料金はオイルマッサージ300バーツ、スペシャル料金400バーツでした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあまたね。